えー、今日の所有塾も大変たくさんの方に参加いただきまして、ありがとうございます。えー、今朝のです、ね、日本経済新聞一面にです、ねえー、中規模初の5年30兆円という,うタイトルで,です、ねえー、日米協力強化の基盤にということでの記事がトップ記事として上がっております。まあ、これ、5年で30兆円ということは、1年に6兆円ですがですね、 アメリカはです、ね、80兆円、中国は20兆円というような軍事費のと比べればです、ね、6兆円というのはです、ね、必ずしも十分な軍事費の予算としては十分なのかなという思いもしております。やはりです、ねその軍、軍備においてですね、 まああの負けていますとです、ね、なかなか資金が上がらないしです、ねまあ、最新の兵器をやっぱ開発してほ、ねえー、他には負けないです、ね、侵、えー、されない,そういう抑止力としてのです、ね、軍事力をやっぱつけていくということがやっぱ一番大事でしてです、ねまあ、あの当面、中国に対する脅威がです、ね、ますます 経済力が大きくなっていく、その背景にですね。その予定の軍事力の増強がですね。あんできています。まあ,あ、いずれですねえ。台湾海峡がですね。危うくなってくればですね。その後は沖縄へ、そして本土へということになりますのでですね。まあ、そういうことにできないさせ,させないようなですね。そういう体制づくりを考えていかないとですね。 まあ、いわゆる専守、ね、防衛というようなことを言っていますがです、ねまあ、それはあ攻められて初めて戦うというようなことよりもです、ね、攻められないそういうです、ね、体制づくりをし得く必要があるとそのためにはです、ねえー、軍事力においても、まあ、相手に勝るです、ねえー、軍事力をつけてです、ねえー、バランス・オブ・パワーというかですね 力のの均衡に基づく平和といいいいうものをです、ね、確立していかなきゃいけなけただ、憲法9条があるからです、ね、日米安保条約があるから大丈夫だというふうに思って、他人事のように思ってますがです、ね、だんだんそういう力に差がついてくるとです、ね、戦争にならないでも、軍事的圧力のによって屈服しです、ね、要求に従っていかなければならないことになる。 そういうことにならないように、そういった日の、そういうことに対する、うん、予算をですね、もっと増やしてもいいのかなと、まあね、年に、えー、6, 6兆円ですか、まあ、中国、アメリカと比べたら、まだまだ少ないというふうに私は思っています。えー、また、日本独自の,です、ね、その軍事兵器もですね、開発しですね、 そういうものはです、ね、あまりあからさまにしないで,です、ね、秘密裏にそういうのを作ってです、ね、いざという時にはその最新の軍事技術を駆使して対応するんだというようなことをです、ね、思わせしめていることが大事ですからです、ね、そういう体制作りをしていくべきです。 日本のメディアはなんでも目撃されて明らかにしてです、ね、それによって反対に敵を優位にしてしまうんで,です、ね、まあ、そういうことがないようにしたいなというのは私の思っておりき今日は大変たくさんの方が参加いただき、ね、講師の方々からのこの後のの声もよろしくお願いしたいと思います以上です。